ラジャベです。ディズニー大好き芸人のくだフェフェです。いつもご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。さあ、というわけでございまして、本日の動画でですね、ちょっと1週間ぶりとなってしまいまして、待ってくださっていらっしゃる、視聴者の方いらっしゃいました。大変申し訳ございませんでした。お待たせしてしまい申し訳ございませんでした。ちょっと体調がね、一旦ちょっと大きく崩してしまったりとかいうのがありまして、ちょっと動画のですね、投稿ができない状態だったんですけれども、久々に投稿させていただくということで、元気いっぱいお話しさせていただこうと思っているわけなんですけれども、本日はミラベルと魔法だらけの家、この作品についてお話しさせていただこうと思っておりまして、ちょうど本日ですね、11月の17日に、ミラベルと魔法だらけの家が金曜ロードショーでノーカット版で公開されるということでございまして、12月15日公開のウィッシュ、この作品のね、公開に向けて非常にテンション高まっている中で、今回のミラベルと魔法だらけの家、この作品僕大好きな作品の一つというふうになっていて、もうディズニー作品の中でベスト3に入るぐらいのこの作品なんですけれども、僕ないしですね、この動画を見てくださっている、この作品もともと大好きですよという方、みんなが感じていることがですね、あれ私だけですかこの作品好きなの、僕だけっていう、この感じすごくあるんですよ。どういうことかっていう風に言うとですね、この作品、この動画を見てくださっている方の中にも、ミラベル見たことないんだけれども一旦ちょっと見に来てみましたよっていうような方もいらっしゃると思うんですよ。でですね、我々ちょっとミラベル元から好き勢からするとですね、ちょっと皆様との距離ができてるんですよ。この作品めっちゃ好きなんだけど、あれ意外とこの作品むっちゃ好きだよっていう方多いわけじゃなさそうだなっていう、ディズニーファンっていうような少しですね、あの怖そうの中とかの中でノートルダム好きな人って言うと、ノートルダム好きです、はい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 っていう風になったりとか、こう世間一般とかに対してアナ雪好きな人って言うと、アナ雪アナ雪アナ雪ってなったりとかすると思うんですけれども、ミラベル好きな人って言うと奥の方であーいってこう手上がってるみたいな、あれっていう、ちょっとギャップある気がするんだけどっていう風になったりとかする。ちょっとミラベルってそういう作品のなんかいい印象がちょっと肌感としてあるんですけれども、この作品ね、見てもらったらむちゃくちゃ素敵なんですよ。これ比較としてね、例として分かりやすい気がするのが、プリンセスと魔法のキスとかって、それこそディズニーファンでもね、ディズニーファンの方々の中でも、私この作品すごい好きだよって方結構多いと思うんですよ。ミラベルと魔法だらけの家に比べても、結構ですね、私この作品すごく魅力的だと思うよって方多くいらっしゃるとは思うんですけれども、プリンセスと魔法のキスって、まあ、劇場で公開された時って、こう、いまいち、こう、観客に伝わらなかったんですよね。大きな理由として考えられるのが、プリンセスと魔法のキスっていう、このタイトルがちょっと、あ、結構なんか子供向けの作品なのかなって思わせてたりとか。このポスターのこのデザインとかから、ああ、プリンセスがカエルになるやつね。ああ、じゃあ子供向けのやつね、みたいな。そんな感じの、これ表面的な情報から、なんか私向きじゃないのかなっていうふうに思っちゃったりとか、することから、なんか作品の存在としてはあったりとか、興味はあったりとかしても、じゃあ見てみようってこの一歩に繋がらなかったんじゃないかっていうのが一個あったわけなんですよね。そこから時間をかけて多くの人に伝わっていったっていうような印象なのがプリンセスと魔法のキスなんですけども、ミラベルもまさしくそうなんですよ。見たことない方っておそらく、このポスターだったりとか、このタイトルとかから見て、まあ私向きじゃないのかなってなんとなく思っちゃうんですよね。でも違うんですよ。この作品見ていただいたら、うわ、めっちゃいい作品じゃなってくれること間違いなしだと思いますので、この動画の方で、こういうようなストーリーで、こういうようなメッセージ性を非常に強く閉じ込めた作品なんですよ。この魅力をお話しさせていただいてですね、ぜひ、この作品の視聴の方に向かっていただけたらなというようなことでお話しさせていただこうと思っております。まずですね、ミラベルと魔法だらけの家、どういうような話なんだい？ここからですよね。まあ、このポスターというか、このフライヤーから見ていただいたらわかる通り、この家が舞台です。はい。まあ、この家が舞台じゃねえのに、こんなにデカデカと書かれるわけないですよね。この家がこの舞台となってるんですけども、もうちょっと言うと、この家の中に住んでるマドリガル家っていうこの一族が、まあ、キーパーソンたちとなってくるわけなんですよ。このメインの登場人物たちなんですね。このマドリガル家ってどういうような一族なのかっていうと、まあ魔法が使える一族なんです。厳密に言うと、魔法の力を授かることができる一族という風になっていて、まあお姉ちゃんだったりとかがこう花を咲かすことができるよだったりだとか、力持ちだよとか、天気操ることができるよ、いろいろな能力を持った家族の一族なのがマドリガル家なんですけども、この中に何の能力を授かることもできませんでしたっていう、この、プレーンなパンピーが生まれちゃうんです。めっちゃプレーンです。何にもできませんっていう。そんなこのプレーンな女の子、これが主人公のミラベルという風になってるんですけども、このミラベルが
この家、さらにはこの家族、この一族、この危機を救うんだぜっていうようなお話なんですよ。むちゃくちゃシンプルなんですよね。ただこの子のシンプルなこのストーリーなんですけども、このシンプルなこのストーリーを構成するにあたっての音楽であったりとか、モデルとしての舞台のこの下地であったりだとか、それぞれの個性の主張であったりとか、そのようなものを繊細にかつ丁寧に、そして音楽でパッションに、力強く描いてるのが今作っていうようなわけなんですよ。まあどういうようなことなのか、これからお話しするとですね、まあ今言ったようにいろいろな能力を持っている個性的な家族っていうようなのがこのマドリガル家なんですよ。お花を咲かすことができるイザベラとか、力を持っているルイーサとか、天気を操ることができるペパーとか、耳がめちゃくちゃいいドロレスとか、動物と仲良くなれるアントニオとか、まあめちゃくちゃいっぱいいるわけなんですけれども、これそれぞれのすごく個性豊かなこのメンバー、この個性豊かなこのメンバーの共存というか、この一族みんな仲良くしましょうねって、なんか今なんか世間ですごく言われているそこのテーマとちょっと通ずるものがありそうじゃないですか。これ良くも悪くもいろいろなところでポリコレポリコレって言われてますよね。配慮として正しいのとか、それ配慮しすぎて良くないんじゃないのとか、そういうようなのってすごくいろいろな作品で言われてるし、作品外でも社会的な問題として非常にそこの多様性っていうものって認めたいけれども、そこへの配慮のしすぎってどうなの、いろいろな観点でこう言われている問題ではありますよね。この作品のテーマ、このストーリー、ミラベルと魔法だらけの家でも描かれているものって、そこの社会的な問題に対してのディズニーが出した一つのアンサーが非常に美しく現れている作品じゃないかというようなのが今作品という風になっていて、それがこの多種多様な能力を持った個性的なメンバーたちが集まった一族マドリガル家っていうようなところからもなんとなくにじみ出てるんじゃないのかなという風に思うんですよ。でもまあもちろん皆様が期待したいのはそこの社会問題としてのアンサーとかよりも作品としてどれぐらい素晴らしいの、ここのポイントですよね。ここについてじっくりとお話しさせていただこうと思ってるわけなんですけども、まあ要するにいろんなメンバーがいるんですよと。このいろんなメンバーがいるんですよっていうようなことの中でやっぱ分かりにくいじゃないですか。お前ね、ああそうだ、すんだ、お前天気でとか、お前がそうだ力持ちだとか、結構いろいろ大変じゃないですか。そんな皆様のためにですね、こうトリビア的な要素としても、楽しめるのがこの服装なんですよ。どういうことかっていうふうに言うと、耳がいいドロレスっていうようなキャラクターとかだと音波、まあつまり耳っていうのは音ですから、この音波をイメージしたような模様が洋服の中に入ってますよとか、花を咲かすことができるイザベラ、黒髪の長い綺麗なお姉さんイザベラとかはこのドレスに非常にたくさん花があしらわれてるよとか、あとは天気を操ることができるペパとかだったら太陽のイヤリングをつけていて明るいお空のイメージのオレンジ色のワンピース着てるよとか、そんな服装にそれぞれの個性の能力があしらわれているんですよっていうような、視覚的なこのビジュアル的なトリビアとしてもこの多様性というものを、いろいろな個性というものを表しているっていうような部分もあるし、この服装以外にも歌とかでも個性を表現しているんですよ。このミラベルと魔法だらけの家ってディズニー作品の中でも特に音楽の割合が非常に多く占めている、すごくこうなんか音楽色豊かな作品っていう風になってるわけなんですけども、それぞれがそれぞれの持ち歌みたいなのがあるんですよ。ソロナンバーみたいな。だから力持ちのルイーサとかだったらマステクプレッシャーとか、花を咲かせるお姉ちゃんのイザベラだったら本当の私とか、それぞれのソロナンバーみたいなものがそれぞれあるんですけども、それぞれのこの曲、これみんな曲調違うんですよ。ルイーサの曲とかだったらレゲトン調っていうこのスペインのこのレゲエ音楽にサルサとか、ラテンのリズムとかを織り込んだ曲調とか、イザベラの本当の私とかだったら90年代のスペインロックだったりとか、このそれぞれのこの曲に合わせてそれぞれの個性に合わせた曲調、服装も違えば曲調も違うんだよっていうような個性の生え方というものをさせてるような作品、ここの共存させてるって普通にすごいですよね。そして一個一個の曲がもう本当に踊り出したくなっちゃうような、めちゃくちゃ心に響くような曲たちという風になってるのが、このミラベルと魔法だらけの家のこの作品の素晴らしいところという風になってるわけなんですけれども、この作品の中で非常にですね、
有名になった曲、アナ雪だったらレディーゴーとかね、それぞれのディズニー作品ってそれぞれのこうなんか名曲みたいなものがあるわけなんですけども、特にですね世の中でヒットしたのが触れちゃダメブルーノっていう、触れちゃダメブルーノ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 ーっていうこの曲があるんですけども、この曲ってフルで一曲で聴いてみると有名なのってさっき言ったノーノーノーの部分なんですけど、途中から大きく曲調が転換してまるで別の曲かのように転換されていくんですよ。これって非常にディズニーの中では珍しいパターンで、この曲調が変わったりだとかして、全体的な曲調が変わらなくても、こうアップダウンするっていうような部分とかがあったりとかしても、もう全然違うぐらい変わっていくっていうのは結構珍しいパターンなんですよね。そこの目新しさみたいな部分とかもあるわけなんですけれども、この触れちゃダメこのブルーの、触れちゃダメブルーノっていうこの曲の中では、この触れちゃダメブルーノとかに関しては、曲の最後の方とかに関してはそれぞれのキャラクターが、それぞれがこう歌って、それが重なり合うようなスタイルっていう風になってるわけですよ。これ聞かすことができないから非常に申し訳ないんですけどね、ぜひともですね作品見て聞いていただきたいんですよ。まあ重なり合って歌うんですよ、これがですねマドリガルっていうような手法となっていて、まあ一つの音楽スタイルという風になってるわけです。まあ言いたいのはそれぞれの個性的なキャラクターたちがいて、その個性的なキャラクターたちを表すための服装、ビジュアル的な表し方、表現の仕方というものがあって、そしてそのような個が強いキャラクターたちが歌う曲それぞれにも違ったようなスタイルが使われているんですよ、というような、とにかく個を強く描いていくっていうような作品なんです。そんな個が強いミラベルと魔法だらけの家というこの作品の主人公が能力なしなんです。めちゃくちゃプレーンなミラベル。ここが非常にこの作品の面白いところで、こんだけ子が強いのに主人公なしなんですよ。でですね、メガネをかけてすっごい地味なんです。で、意外と見落としがちなのが、ディズニーヒロインってみんななんか相棒の動物ちゃんがいるじゃないですか。ラプンツェルだったらパスカルとかさ。あとはね、ポカホンタスだったらミーコーとか。それこそ、アーシャ、ビッシュ、次の作品の、アーシャというような、このヒロイン、ディズニーヒロインにも動物の、相棒がいますし、それぞれのこう動物の相棒がいるっていうようなのが結構定番としてありがちな中で、今回のミラベルはプレーンな上に一人なんです。相棒すらいない。むちゃくちゃ一人。そんなようなのがこの作品の特徴という風になってるんですけども、なんで一人ぼっちなの？なんでパートナー的な動物がいないの？この作品の中で描かれているのって、奇跡とか魔法というようなテーマに合わせて、この奇跡を家族とどう迎えるかっていうような物語が紡がれていく中で、ミラベルのパートナーは家族なんです。家族からは、あいつ能力なしだから、ってちょっと距離置かれてること関係なしに、ミラベルのパートナーは家族のみんななんです。そのミラベルはあくまでも家族と向き合ってるんだっていう、そこの部分とかをより強く描くためにパートナーなし、一人で家族としっかりと向き合う、これが強く描かれているっていうのがこのミラベルと魔法だらけの家のこの作品という風になっているし、なんでメガネなの？ディズニーキャラクターでペットがいないのも珍しい、相棒の動物がいないのも珍しいし、メガネもすっごい珍しいんですよね。ディズニーヒロインの中でメガネかけてるキャラクターってむちゃくちゃ少ないですよね。でもこの主人公の中ではミラベルなんかメガネかけてるのは初レベルなんですよ。なんだったら初なんですよ。これなんでメガネかけてるのかっていうと、この作品、今言ったように奇跡、魔法、このようなものが非常に大きなテーマ、重要なテーマとしてあって、そしてそれを家族としてどう迎えるか、このようなストーリーを作っていくにあたって重要なキーワードが見るっていうことなんです。目を開いてとか目を開けてっていうワードが何回も出てくるんですけども、見るっていうようなことがものすごく重要なキーワードなんです。見る、メガネをかけて、ミラベルの癖の一つとしてメガネを食いってやる所作があるんです。この所作からとにかくミラベルは家族を見る、
家族の行く未来もしっかりと向き合って見つめる、目をそらさない、ここの部分とかをキャラクタービジュアル、このメガネと、そしてミラベルが持っている家族との向き合い方を考えて、ペットがいない、そのような描き方をまっすぐとして描いているのがミラベルと魔法だらけの家というふうになっています。ちなみにこのミラベルっていうようなこの名前、もちろん英語のミラクル、この奇跡との韻の踏み方としてもあるわけなんですけれども、ミラベルっていう意味合いだと美しいというような意味なんです。ミラベルって美しい意味なんですけど、ミラっていうだけでもスペイン語でとある意味なんです。ご想像の通り、ご予想の通り、見るっていう意味です。ミラってスペイン語で見るっていうような意味なんです。とにかく見る、奇跡を見る、奇跡を描く、魔法を描く、それがミラベルと魔法だらけの家という風になっていて、これだけ個性豊かなこのメンバーの中でどのようにして共存していくか、どのような奇跡に向かっていくのか、これを描いたのがミラベルと魔法だらけの家という風になっていて、これを個性豊かな曲で描いてくれたのがリン・マニエル・ミランダさんというような実写版リトル・マーメイドであったりとか、モアナとかを描いたアラン・メンケンの、さらに新しい才能が出てきたぞと言われるような新進気鋭大天才クリエイターのリン・マニュエル・ミランダさんというような作曲家さんという風になってるわけなんですね。作曲作詞家さんという風になっているわけなんですよ。ちょっとずつ見たくなってきたのではないでしょうか。ミラベルと魔法だらけの家、もちろんね、楽しめるポイントそれ以外にもあるんですよ。ブルーノっていうような人物がこの作品のねキーパーソンになってくるわけなんですけども、作品最後まで見て、もう一回見ていただいたら分かるんですけども、ブルーノってもう隠されて触れちゃダメ、もう NG ワードとしてもういなかったことにしましょうっていうような、もう秘匿化された人物なのがこのブルーノなんですけども、ブルーノの存在がこの映画の作品通して至るところに存在が匂わされていたりだとか、このブルーノ、まあキーパーソンなんでどこかで出てくるわけなんですけども、そのブルーノが、あれさっきのレディゴーの仕草じゃねっていうか、今のイントロレディゴーじゃねっていうような部分があったりだとか、さまざまなですね、オマージュネタもあったりとかするんですよ。ルイーサという曲、ルイーサというね、このお姉ちゃん、力持ちのお姉さんが歌うマステックプレッシャーという曲の中で、今のタイタニックの音楽隊のやつだねとか、今のヘラクレスのやつだねとか、いろんなオマージュが入っていったりとか、そういったような部分でも楽しめるし、ストーリーとしても楽しむことができる。これがミラベルと魔法だらけの家の素晴らしい部分という風になってるわけなんですけども、こんなにごちゃごちゃ、個性豊かな曲だったり、個性豊かなキャラクターたちがこんなにごちゃ混ぜになったら、この作品大丈夫っていう、カオスになってない。カオスになってないんですよ。なんでもかんでも入れちゃえ入れちゃえってなって、ぐつ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 煮込んだら、これさすがに美味しくないお鍋の出来上がりですよね。カオスになっちゃうわけなんですけど、カオスにならないことには理由があるんです。なぜならば、舞台がコロンビアだから。これでもうオールオッケー。寄せ鍋だから全部入れてオッケー。みたいな感じのことです。なんでコロンビアだとオッケーなのかっていう風に言うと、このミラベルと魔法だらけの家って、コロンビアがこう舞台となっているわけなんですけども、このコロンビアって結構いろいろな文化の影響を受けて、なんて言ったらいいんですかね、栄えていった、文化的な側面だったり、美術的な側面だったりとか、カルチャー的な部分だったりとか、まあそういうようなこの文化の繁栄の仕方みたいなのがあるわけなんですけども、コロンビア、根強い文化としてはアフリカ系の音楽とかの要素が非常に強いんですけれども、そこにヨーロッパだったりだとか、もしくは、先住民的な音楽の要素だったりだとか、この根強いこの一本軸のところに様々な文化が混ざり合って、今に至るっていうような経緯とかがあったりとかすることから、このコロンビアというこの舞台自体が様々な個性豊か、様々な文化、それを持ち寄り合ったような場所、モデルというような風になっているので、この作品が成り立っているっていうようなわけなんですね。まあ、とにかくいろいろな観点でいっぺんにお話しさせていただきましたけれども、要はこの個性、多様性、文化、さまざまなものが折り合って一つの芸術を作りました、そんなような作品がミラベルと魔法だらけの家という風になっているわけなんですね。まあ音楽的な観点、さまざまな部分についてお話しさせていただきましたけども、ぜひとも今一度見ていただいたら、とりあえず音楽がやべえんだなということはわかると思います。
そしてですね、ここから先は僕個人の感想になってしまうんですけれども、ディズニー作品をね、こうやって語ったりとかする上で、音楽がとにかくすごいんですよ。音楽がとにかくすごいんですよ。結構音楽についてお話しさせていただくことって結構あるわけなんですけども、まあ言われるわけなんですよ。いやいや、音楽がすごいだけだったらそれ映画すごいって言わないから。その CD 出しなさいというような話になっちゃうから、この批判ってすごく気がちなんですけれども、それって非常に的を得てないなっていうふうに個人的には思うんですよ。なんでなのかっていうふうに言うと、確かに音楽だけがすごいだけだったら、作品としての評価には繋がらないのかもしれないです。あくまでも音楽っていうものは構成の一つの要素であって、それ一つがすごいからといって素晴らしい作品イコールにはなり得ないよねってことは非常にわかるんですけども、そもそもとしてディズニーの伝統って歌、音楽というものを通してストーリーだったりとか感情だったりとかを表現するっていうようなこの伝統トラディションがあるわけじゃないですか。なので少なくともこのディズニー作品においては音楽が素晴らしいイコールストーリー、作品自体が素晴らしいになり得るわけなんですよね。なんといっても、この動画の中でもお話しさせていただいた通り、ミラベルと魔法だらけの家ってディズニー作品の中でも特に音楽の割合が大きいんですよ。音楽で全部進めていくわけなんですよ。この音楽の中に先ほど言ったような多様性の部分だったりとか、文化のような部分であったりとか、それからストーリー進行であったりとか、いろいろな部分を全て積み込んだ上で音楽を形成しながらストーリーを進めていって、映画として、物語として一つ完成させている。だからこそ素晴らしい作品であるっていうのを僕は言いたいわけなんですよね。確かに音楽だけがすごいんだったら、それは違うかもしれないんだけども、ストーリーとか全てを包容した音楽という映画なんですっていう。映画という音楽であり、音楽である音楽という映画なんですっていう。そのような意味合いとして僕はお話ししたいんですよね。すごくニュアンスでお話ししてしまって申し訳ないなっていう伝わりづらい部分ではあると思うんですけども、とにもかくにも一旦見てくれという。一旦見てくれ。一旦見ていただいたら、初見で一旦見ていただいたら気づいたら踊ってっから。不思議なマドリガルとかそれぞれの曲とかを聴いてる時点で一旦踊ってっから。そしたらもうその作品素晴らしいっていうことっていいんじゃないっていうようなことで、僕としては非常に見ていただきたい作品の一つであるかなというのが、ミラベルと魔法だらけの家というふうになっているわけなんですよね。はい。もちろんですね、それぞれの文化を生かしながらと言いましたけども、真髄として一本筋として、どの音楽、どのようなストーリーの描き方とかに対しても、このコロンビアの地特有のマジックリアリズム、この自然の音楽、自然と魔法のこの調和っていうような部分であったりとか、音楽的なこの文化の主軸であるアコーディオンだったりとか使ったこのコロンビア特有の音楽の持ち方、このような部分とかも見事に活かしながらこの作品というものが紡がれていくっていうようなこの様子、これは素晴らしいものだと思いますので、ぜひとも一度ですね見ていただけたらなというふうに思っております。本日はですね、ミラベルと魔法だらけの家、結構ですね、ニュアンスでお話する部分が非常に多くなってしまいまして、申し訳ないなというふうには思っているわけなんですけども、ぜひとも一度見ていただけたらなというふうに思っております。本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。また明日。